撮影日は6月7日月曜日、昼前ですね。 JR 浦和駅西口だったかな、東口か南口かよくわかんねえ、松屋さんですね。松屋さんで朝ごはんを食べます。これ前にも動画紹介しましたね。半熟卵かけご飯、ご飯ライス小盛りで250円かな税込み、半熟卵を選んで醤油をかけて食べます。紅生姜ですね、紅生姜をかけます。紅生姜を乗せます。はい、少し味変をしようということで、お肉、牛にはこのごまドレッシングをかけて食べてみることにします。あまりかきすぎると味が大きくおかしくなるので、まあ、少量かけて、まあ、これで食べましたね。はい、朝ごはん予告編、とろけるチーズのうま辛ゴロゴロチキン。松屋さんは美味しそうなのを出すんですけど、値段が結構するんですよね。でこれおまけ編です。翌日の火曜日に吉野家で朝ごはん食べた時の画像です、動画です。ハムエッグ納豆定食ですね。税込み、これは税込み404円になります。まあ朝ごはんでした。